まあ精神が落ちててね、まあ別に今も落ちてんだけど、落ち込んでてな、別に落ち込んでるっていうか、やっぱ将来のこと考えるとやばいよねっていう。俺今精神やばいんだけど、ずっとやばいんだけどさ。でもやっぱ現実に直面すると、現実強すぎるから、心に危ないの、現実って。現実とかね、正しさほどね、鋭いもの、痛いものはないよね。あいつ強すぎる。あいつら強すぎるんだが。ね、だが、あいつら強すぎるんだが。まあね、喋っていきましょう。まあなんか自分の中での喋りの定義じゃないけど、こうした方がいいっていうのは、ずっと喋んなきゃいけないっていうのがあったけど、それをなくすとちょっと楽になった。それだけでね、思い込みが強い人間なので。あ、今ね、スマホで動画アップロードしてる最中なんですよ。ああ、もう明らかに腰が痛いね。ああ、もうね、立って喋んなきゃいけないけど、俺パンツだからさ、まあ別にパンツでも。これ絶対危ない。腰に負担くる。ケツかいし、ケツ痛い。これはね、金玉の裏よりちょっと下のとこね、めちゃくちゃできもんでて、できてて痛いんだけど、書きてえから書いてます。うん。 最低の動画だね。すごい最低。弱い17にして最もの底辺を取得。汚すぎるよ。えい、このね、最近ソファー買ったんですけども、ソファーのなんか付属してくるでかく硬い、クッションね、こいつのおかげでなんとベッドがソファーになります。ああ、逆だ。ああ、もう動かさないでくれ、俺を。足も伸ばさないといけないんだよな。まあ、リラックスしてね、喋ってみましょうよ。まあ、リラックスなんかできないんだよな。布団じゃねえ。あ、リラックスできねえや。無理無理。痛いんだよな、もう全体的に。体がまんべんなく痛いのかっていうと、別にまんべんなくじゃねえんだよ。2箇所以上、3箇所以上痛いから、もう全部だと思っちまってる。カラスより数が数えられねえっていう、俺のね、数少ない雑学、カラス個数ね。カラス数えられる個数ね。カラス多分5しか数えられないらしい。俺は3です。3以上はいっぱいです。はい。カラスより弱いです、俺は。でもカラス強すぎない？あいつら。 あいつら強すぎるだろ。なあ。ねえ。やっぱあいつらにはちゃんと挨拶していかないとな。やっぱ、こんにちはって。礼儀を持って、あいつに接していこう。やっぱあいつは強いので。鼻くそが、鼻くそカーテンです。いや、呪術廻戦おもろ。面白くてさ、単行本買おうと思ったけど、1月4日にね、2巻同時発売だから、そこまでで一気にまとめ買いするわ。まあ別に3巻まで、3、0、0、1、2、3巻は持ってるんですけど、買ってねえけど、呪術廻戦だけなんか新刊買うわ。単行本。あ、電子版でね。場所がないのよ、本棚の。もう20世紀少年買って、もう7つの大罪をね、27巻から下全部どっかに入れたから、俺7つの大罪好きだけど、やっぱりさ、後悔は残るよね。もう7つの大罪ってガキがどうのこうのって言っちゃった時期もあるからさ。でもあれは違うんだよ。そもそも7つの大罪の早バレみたいのが急上昇になってて、そこでガキどもがね、騒いでたのがムカついたんだよ。お前らうるせえなーって思って。クソガキどもが。それに腹立ってただけで、7つの大罪何も悪くないってことに気づいたけど、おもろいな、7つの大罪は。好きよー。滑った。最悪の滑り方をした。オカマで滑るのが一番効くね。 一番滑り方しちゃいけないのはオカマのす、オカマを真似もして滑るのが一番やっちゃいけない滑り方なんで、気をつけてください。昨今ね、LGBT 問題ね。いや、俺理解ないもん。いや、理解ないのかな。あるわけはないよなって感じで。
鼻いて。まあね、あ、最近そうだ、ここがグロいんだよ俺の最新動画も。ここがグロくてしょうがないから、みんなそのなんかこっち向きそうだなって思って一旦目閉じてね。あ、俺爪今伸ばして汚いけど、まあ、伸ばしたくて伸ばしてんじゃなくて、あの鬱みたいな症状で、あの爪が切れない、切ることができないんですよ。爪を切るっていう、するっていうことができないんだよ。で、爪を切るのが難しくてできないって言ってるんじゃなくて、爪を切ることはできるけども、爪を切ろうとすること、切るそのものにエネルギーが割かれなくなっちゃったけど、でも俺諦めた、もう俺病院に行くことができないのよ。もう病院が怖くてしょうがないし、行きたくなくてしょうがないの。俺はもともと病院いっぱい行ってたから、あの全自慢みたいな、自慢じゃないよ当然。だから病院に抵抗はさほどなかったんだけど、引きこもり始めたから、なんかね、大吾さんの言う、あの自分のなんか行動を全部反対にしてみたって言ってたけど、俺もいくつかなんかね反対にしたのよ、うん、俺をこんなにした者たちはいけないんだって適当にやっちゃって、でもそんな防衛反応じゃないけど、しょうがない気がするんだけどね、うん、それで俺病院がすごい嫌いになっちゃって行けないんですよ。でもしょうがねえなって思って、だから病院に行けるまで待つしかない。ほんと10年20年かかると思う病院に。いや、そんなわけはないけど、うん、ちゃんとね、一人暮らしして1、2年経てばね、自立できるようになる。まあ自立俺できないんですけどね、お金もないし、そのお金があったとしてもむずい。頑張ってやるけど、俺もう生きることで精一杯になっちゃうと思うな。動画作ることができないわ。もうポケモン買いたいけど金がねえの。今月の支払い分いるサブスクリプション結構入ってるからさ、うん、でも漫画のサブスク早くやってほしいよね。なんだかんだ言ってジャンマガ学園やって、おジャンプとマガジンがなんか新しいコラボ、あのプロジェクトするのかって思ったけど、なんか所詮あんま面白くないよね。なんかそういうさ、リッチな制作出してくれないじゃん少年ジャンプって。無料のことばっか考えてんじゃん。まあ、それもいいんだけどさ、サブスクリプションしてよ今時代の波に。なぜそれをやらないって言うと、出版社が儲かんないんですよ。ね、出版社が儲かんないのよ。ひどいよね。おもろい漫画書いて400円のうちの40円しか作者に入んないんだよ。ね、398円も入っていいよ。400円だったら。ね、で、税率が上がってるのもうぜえな。税収うぜえな。うん、でもよく考えたけど、国の運営を数百人でやろうとしてるのがちょっと間違いだけどね。みんなで頑張ってやろうと、その中心人物たちはいたとしても、やっぱ俺たちで頑張んなきゃいけない感じあると思うよね、うん、だから仕事ない人全員そういう仕事すればいいのかもしれない。でもそんな仕事ってないんだろうな。うん、ねえ、まあ、無事な。まあ俺は仕事を一生しないけどさ、 YouTube で食っていくよ。別に広告収入じゃない、みんながお金もらうから俺は、まあ、YouTube の広告収入が無理なのかっていうとね、なんか多分あの表現の規制も入りそうなのよ、このままいくと。面白いこと言えなくなるっていう気がするから、うん、やべえなとは思うんだよね。だからみんなのお金で俺やっていくしかないけど、支援者ゼロ。やっぱみんななんだかんで言って見る目あんのかなって思ったら、底辺 YouTuber にして結構面白いなって感じで見てるっていう、まあ俺あんまガキどもって言うと、ガキは俺もガキなので、やっぱガキはガキって言われるとね、ムカッとくるんですけどね、やっぱガキンチョって言うとちょっとね、柔らかくなるから、まあ、ガキンチョたちは金もクレジットカードもねないのよ、うん、だから俺に金払えないの、ね、それがむずいな。ガキンチョ早くしてくれよ、俺死んじゃうぞマジで。あ、まあ、今の生活、あの親頼りの生活なんで。でも俺絶対仕事しませんよ、俺何が何でも仕事したくない、できないんだもん、したくないしできないんだよ、したくないしできないのダブルパンチ。うん、危ね。あー、なんかしよう
うかなって思ったけど、漫画買う最近なんかコミさんはコミショーですって意味で、俺コミさんずっと古見さんって呼んでた。うん、コミさんおもれえな、最高、買おうと思います。紙で俺ずっと漫画買ってたんだけども、電子が楽ちんになっちゃってね。パソコン持ってたらやっぱ最強なんだよ。結構買うよりもでかいサイズで読めるのよ。いやでも20世紀少年おもろかったわでも紙なのが悔やまれるね。俺電子版だったらもっと見ちゃってる。電子版って何がいいかっていうとね、寝転がりながら読めんのよ。あれすげえよな。うん、でも画面ちっちゃいから俺でかいあの iPhone 欲しいな。いやでも俺もさ iPhone とかもうスマホ好きすぎる。ガジェットってやっぱいいよね、本当に。うん、もう意味もなくスマホを大量に買いたいと言いつつも、新しいのがね、なんだファーウェイとか、ファーウェイだっけ、ファーウェイ30だっけ、なんかああいうのもなんだかんだ言ってカメラすごいんでしょ。うん、おもろそう。全部買おうかな、金持ちになったら。みんながお金くれるようになったら俺スマホ全部買っちまうかもしれない。なんか両面スマホとかさ、あとなんかめっちゃ薄い携帯とかさ、ただの携帯とか、もうそういうの欲しい、欲しいね。どうしてくれんのよ、欲しいんですけど。無言になった。あ、アロマ炊くの忘れた。ここ聞くとここら辺汚いな。でもまあ、見せちゃいますけどね。本邦初公開って言って こっち向くのってやろうと思ったけど、本当に汚いから見せない。俺がたまにねこっち向くときだけね、ちゃんとねあの停止してね、停止したら、あ、本当に汚いってなってしっかりと不快になってください。あなたの知的好奇心じゃないけど、ちょっとしたなんかそういうので、本当に汚いなって思って見なきゃよかったって、ちゃんと後悔してね。うん、汚いっていうか出来物ができて、ここにもね、あ、弱まってきたけどあんのよ、やべえのが。噴火したらこっちみたいな、汚いんだよな、見栄えが悪い本当に。めっちゃ喋るからもうペラペラよ、もう舌がジューシーじゃねえのよ。うん、舌食いがもしやってきて俺の舌をガブって食われてもまずいなーって、ジューシーじゃないって言われちゃう。それくらい今もうペラッペラそんな表現はないから、カラカラな口が。うん、新しい表現開拓しようとすなよ、本当に。わからただでさえ分かりづらいんだから、あんたの嘘は。説教すな、なあ、二重人格か、多重人格です、ね、あー、屁が出るわ。いやでも最近さ、カルピスを家で作ってんのよ。まあ炭酸水だけだけど作ってんのは、めっちゃうまい。あのやっぱりそのさ、なんだろうな、液体っていうか、そのジュースの素みたいのをさ上から入れんじゃなくて最初に入れんの。最初に入れるとその炭酸を殺されないの。それで飲むカルピスすんげーうめえの。超強い炭酸でカルピスだーってなるから、わっしょいよ、もうお祭り。うん、お祭りフェスティバル、もう口の中がカルピス、お祭りフェスティバル、フェスティバルね。はよ、ワンピーススタンピードのブルーレイ出せやこらなあ。いやマジであれほんと見て、俺毎日見るよスタンピード来たら。うん、スタンピード廃人になるよ俺、ずっとここで打つ。てかもうテレビ全部やってもブルーレイ見つかっても3画面とか4画面同時に全部スタンピード見ちゃうから。うん、ああもうなんか、あ、4画面同時にスタンピード見たくなっちゃったっていう、キチガイになって、もう DVD の読み取るやつ買ってきて、俺なんかすごいねテレビがいっぱいあるんですよ。いやでもテレビいっぱいあんのありがてえけど、俺もうテレビ好きじゃないのよ。うん、テレビ嫌いなの。だっておもろくないじゃんテレビって。
だからって言ってテレビおもろくないおもろくないって言ってるだけの人じゃないです。単純にネットの方が面白いもん転がってるし、水曜日のダウンタウンっていうのはやっぱり違法視聴で見るのが一番気持ちいいよ。やっぱりあの違法視聴の人たちがクリップで出してくれんのよ。俺それやればいいのにね、 TBS ね。まあでもやんないよね、なんか利権のやつらはやっぱやんねえんだよ。天下取れるよ。今回の説はこちらの説1個ずつ、水曜日のダウンタウン公式チャンネルでやったら多分 YouTube 天下取れんだよ。マジで強いのコンテンツとして。あとラジオね、ラジオのアーカイブも全部 YouTube で載っけるくらい。でもそれはなんかだからラジオ特化サイト、その俺は YouTube プレミア入ってるからあの Twitter 見ながらでも音楽とか聴けるんだけど、もう作っちゃえばいいんだよね。だから天下取り放題なのよもう。でも何が邪魔かって CM、 うん。でも俺 YouTube プレミアだから CM 全部無視できる。いやマジで YouTube プレミアも最高。俺ヒカキンさんも言ってるけど本当に俺 YouTube マジで見てるから。でもねそんなに見てないのよやっぱり。でもなんかね見ないことはない。やっぱりいっぱい見てるから広告が邪魔でしょうがないから金はもう払う。これだけはどうしようもない。あと俺なんだかんだ言って水溜りボンドで金払ってんだよメンバーシップ、うん。だからさもうなんかなんで俺も金払わなかったなって、面白いと思う人に金払わなかな払わなかったなって思ったけど払ってたわ、うん。でも俺加藤純一さんには払ってないけど、あの人いらないって言ってるから別にいいかなって思ってるよ。チャンネル収益も、うん、別にいいかな、いらないって言ってんだし、欲しいって言ったら俺はやっぱ加藤純一さん面白いから払っちゃう。なんだかんだ言って俺のりゆきさんにも払ってたから、まあ俺は稼いでねえかんな。人の金だからやっぱ払い方だよな、うん。まあ、それがみんなとの違いだね。みんな頑張ってバイトして働くじゃん。でもさみんなバイト1時間するだけで半年以上の俺の貢ぎ金が手に入るんだよ。2時間バイトしたらもう1年だって100円をみんなが払ってくれるだけでいいのよ結局は。まあなんだ180人の人が182人ね、2人は減る俺のチャンネル登録者数だから。182人の人が100円毎月払ってくれて1万8000円ですよ。1万8000円で年でなるから結構ね俺のお小遣いには最適だし。でもみんなが300円まあ500円もすんごい払ってくれたら5万円4万くらい4万と1000円わかんねえな4万5万4万5万4万1000円あれ上がんねえ上がんねえ、まあ、まあ毎月5万もらえるのよ500円だとして。でけえよもうソニーのヘッドホン買い放題。でもみんなやっぱねあのガキンチョだしガキしかいねえ貧乏人しかいないの。アラブの石油はいないのかなあ。俺に金をくれなあ。若い目をここで摘むんかお前らなあ。本当にお前らのいやあんた方のその一つの判断でまあ俺みたいな天才を逃してるわけで本当バカだよねみんな。うん愚かなり。そんなやつに金払いたくねえよな。そういうのは別に熱狂的なファンが言うならまだかけるけど自分で言っちゃうってん。でもまださ俺より俺のこと好きなファンがいないのよ。そっからなんだよ。俺より俺のことを好きなファンが現れてから羽島恭志郎の幕開けなわけよ。もっとカルト的な人気になっていいんだけどね。気づいてないみんなが。でも結局宗教を作るのが楽だからな。義務的じゃない宗教それが理想なんだよな。やっぱり義務的に金払えって言うとかわいそうだから払えるんだったら払ってほしいっていう。でも別にねみんなが毎月1000円払うだけだって全然違うよ。どっかの宗教はもう年収の 20% だからね。年収の 20% をそれもとんでもない人数から取ってんだよ。年収の 20% で200万働いたら40万も取られちゃうわけだからね。それはきついよね。まあ、もっと稼いでる人はもっと取られるだろうしさ。別に俺そんな何パーも取れって言ったわけじゃないからね。
毎年1万円払ってくれるのがみんなやってくれれば俺すごい稼げるんだよね。毎月1万はもっと嬉しいけどさ。ねえ、まあ、そういうことよ。まあでも俺はまあ頑張るって、まあ頑張ってるように見えないからね。でもまあ頑張ってないけど、別に頑張ってない。まあ積んでいきますよ俺は自分を日々ね。もっと俺は面白くなってね、もっといい雑談をね提供できるように。でも俺の活動って結局自己満足だから、自分が満足できるとこまでは行くまではやめたくないのよやっぱり。自分だ、究極の理想としては、今日ちょっと生放送か動画撮るか動画見るかどっちしようって言いながら生放送して、生放送でみんなに相談するみたいな。今日も動画、自分の動画見ながらずっと雑談するのが理想なのよね。あ、こんなこと言ってましたねみたいな感じで、そんな感じで振り返る放送じゃない、単純に自分の放送が好きだから。自分の放送マジで面白い、面白いとこしかない。怖いなって思いながら、最高って言いながら時折ね、時事のなんかそういうニュースに触れてみたり、普通に雑談したりとかね。ゲームもするかな、まあポケモンやっていくか。別にポケモンやりてえけど、まあ小遣い入ったら買おうかな。マジで今やばいんで小遣いがなくて、もう20世紀少年買ったから小遣いが吹き飛んだ。変顔に頼る。いやでもね、やりますよ。めっちゃこっち見せる。アピールじゃんそれは。もうここもなんかできてる。潰したけど、免許だからやっぱダメなんだね。潰しちゃう。免許ってもう死後か、殺された言葉。何それ。死後と、死後は殺されたから死んだのか。怖っ。ほう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 。久しぶりに喋るよって、お父さん帰ってくるまで喋ろうかなっていう時に限ってお父さんの帰りの速さ尋常じゃないですよ。もうそういう運命なんで、俺は邪魔される運命なわけ。でもまあそれくらいしても俺揺るがないくらい強いからね、まあ、ちょっとくらい邪魔してもいいでしょうってなってるから、俺最強なんですよね実は。だからここまでなんだろうな、ハンデを背負ってもまあやれるかなっていうか、本当に好きだからねマジで。 YouTube も喋ることも好きだから、面白いことも好きだから、いくらお尻が痛かろうとなんか辞める理由にならないんだよな。金がもらえないからって辞める理由にもならないし、本当に楽しいのよマジで。幸せ今この瞬間、あー最高だなーって思ってますよ。あとは痩せること。痩せたらやっぱもっと寝れるのよ、寝心地がいいの。筋肉をつけてもっとね。でもね、俺別に筋トレ全然好きじゃないから、やっぱね、好きじゃないものをやれってやんのは無理なの。その先のなろうとする自分にどれくらいなりたいかの気持ちによるじゃん。俺別にデブでも死ななきゃいいのよ。でも死にそうだから怖えから痩せんの。だって俺死にたくないんですよ俺はね。やっぱ大きく名を上げるとはいかなくても、やっぱ YouTube の中でもね、相当面白いやつっていう、やっぱそのねポジションをつかみ取りに行きたいんですよ。現にもう相当面白いんですけど、17歳にしてね、もう向かうとこ敵なしとかそこら辺来てますよ。ワンピースでいうとこの4校クラスくらい来てるんですよね。あと強い敵って言っても加藤純一さんしかいないライバルっていうか、面白い人で言われたら、あ、まあ、芸人さんはいるよ。芸人さんは次のステージよ。でも加藤純一さんもめちゃくちゃ面白いし、爆発力でいった芸人さんを超えるんですよ純一さんは。やっぱもうさ、あの声ですごい悪いこと言うじゃん。最高なんだよね。
純一さんの爆発力は全然芸人を超える。アベレージが芸人はすごいってよりはね、芸人さんって仕事がうますぎんのよ。なんかあのただただ面白いって人もいるけど、それじゃみんなが思ってる芸人さんってバナナマンとかじゃん、うん、そういう人ってさもうなんかタレントとして最強じゃない。司会もしっかりできてね、アイドルのいいところっていうかアイドルの個性をね、アイドルのいいところを見せてね、オタクに嫌われず、やっぱアイドルのうね面白いところをね見出してあげてるっていうのできることじゃない。うん、すごいよ。うん、面白さだったら勝てるとは思うんだけど、まだだよ、まだいつかは勝てるけど、うまさみたいなのやられたら無理でしょ。てかもうやりたくないし、別にうまさなんて嫌だな。でも生き残るためにはそう しないといけないんだよね。大変だね。でも今 YouTube の時代ですから、面白いやつが楽して稼げるんすよ。うん、だからもう結局そこまで中間マージン取られないのね。ファンボックスもそこまで取られなかった気がする。一応90、まあこれから手数料上がるかもしれないけど 91% くらいは手元にも残るんじゃないかな。でも結構ね、誰かが言ってたけど、誰かが言ってたっていうのはあれね、あの人ね、うん、誰かが言ってたって言っても、まあ、あの人は、まあ、誰なんだっていうのは、分かんなくていいけど、漫画家が言ってたんだけど、なんかファンボックスその人やってんだけど、なんかあの手数料あんま引かれないからいいみたいなこと言ってたから、ファンボックスやり始めた。でもめちゃくちゃお金もらえるためにファンティアも始めようかなって。もね、そういうのが出てるってことは、そういうのを見てるって、金払って見てるって言うけども、見てるよ。ああ悪いかよ、ああ悪いんだろうなって。ね、なんで悪いんだろうな。18まで生きたご褒美じゃないといけないの、いいでしょ。でもなんだかんだ言って18でそれを知るのかなって思ったけど、全然。でも最近知りましたよ。でももうそろそろ俺も18なんで、もう時効だよ、時効。でそんな悪いことしてないしな、別に。でもなんかエロをさ規制するのは良くないと思う。俺はあんまりエロは好きじゃない、あの好きじゃないって、テレビでみんな好きじゃないの、うん、坂上忍とかつまんないくせになんか下ネタ言うから本当腹立つんだよ。つまんねえやつは下ネタと悪口言っちゃダメだからな。人を傷つけちゃいけないんだぞ。うん、うわびっくりした、怖っ。あーちょっとアピールしてる、汚ねえクレーターアピールしちゃった。汚ねえ頬クレーター、頬にクレーターができてもダメ。クレーターじゃねえんだよな、山こんもりしてる。よよ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 よ。唾を出したティッシュ、紙でね、鼻をかむって。今はね、口の中で攪拌された唾をね、出しました。いや、俺、金持ちになったら唾全部ティッシュに出すからな。うん。何の宣言？ああ、いや、でも俺、マジでティッシュ豪華に使ってるわ。ああ、ティッシュの無駄遣い、気持ちいい。地獄を見るのか、俺は。やめてくれー。ね、今鼻くそ見えちゃったかな。すまんの、見えたら。俺が見てねえからいいや、別に。みんなが見たって俺が見てねえんだよ。何も悪いことないじゃないか。最低だ。最低なのか。いい。いやもう。おいでーし、ね、おいでーでーでーし。くす。あんまふざけちゃいけないけどさ、くしゃみふざけたくなんじゃん。ピャ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 。ふざけないでやると喉痛くないのよ。ふざけるとめっちゃ喉痛い。あー水なくなった。うめー。やっぱさ、いいね、炭酸水。コスパは絶対ウィルキルソンの方がいいんだよ。でもゴミ出るから、尋常じゃないほど。うん、もう。あとそこまで炭酸強くね。いやでも結構強いな、ウィルキルソンは。でもね、家で作る炭酸って
マジでね、バチ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 ってくんの。爆弾よ、爆撃。ねえ、空襲だから、マジで。なめんなよ。もう不謹慎すぎんだって。不謹慎言っときゃ面白いじゃないんだからさ。マジですごい。もうね、毛が待ってる。うん、炭酸嫌い飲ましたら全然拷問になると思う。炭酸嫌いの人って弱い炭酸でも喉が痛いって言うじゃん。うん、だからもうそれを飲ましたら炭酸好きなやつでもちょっと炭酸嫌いになりかけるくらい炭酸強いの。あ、でもそれがいいんだよ。もう俺を嫌いにさせるくらいの炭酸の強さ、最高。もうね、殺しにかかってくんのよ。もうたまに死にかけんだけどね、変なとこ入ってうるってなんだけど、すごいよ。ちゃんと拷問になると思う。炭酸嫌いのやつにその自家製の超強炭酸を飲ましたら、うん、拷問吐いちゃうと思う。本当にいいな、飲ませようかな。そういう AV あるかな、炭酸嫌いのやつに無理やり炭酸水飲ませるっていうね。あるだろうな、 AV の世界は広いから。まあでもありそう。もうそんな AV 見たって何も思わないな。AV じゃなくて人体実験だよ。でもルート33のドードさんって結構クズなんだね。結構やっぱりその悪い人なんだね。悪意ある取り上げ方されてた。こんなに悪意ある取り上げ方されることってあるんだってフェスタさんが言ってたけど、どうなんだろうね。でも、まあ、ルート33のドーダーもうすごいね。やっぱクッキーさんにいじってもらえてほんとよかったね。うん、あの人しかいじってないじゃん、ルート33ドードね。黙っちゃった。まあ俺は喋り続けるだけ。なんか人気のなり方考えるけど、それは YouTuber じゃん。別に俺 YouTuber じゃないのよ。 YouTuber ってやっぱその総合力なわけでさ、やっぱみんなが見たいものを見せるのが YouTuber だから、俺は別に自分のしたいことをする。独言家ですね、やっぱり。話し家とか落語家とかすごすぎるけど、俺独言家、独り言ね。うん、独り言をする人です。別にそれだけ。独言家こと羽島恭志郎です。独言ってちょっとね、ダセーね。ダセーけどまあいいや。どうも独言家の羽島恭志郎です。まあね、独言ってちょっと独り言かっこつけて言ってるだけなんですけど、まあそれがちょっと猛烈にダサいね。それは申し訳ない。うん、独り言家っていうのもなんかあんま、あのや、独言家でね、独言家いいね。うん、ちょっと恥ずかしいな、名乗りたくはないな。でも俺 YouTuber の方がもっと名乗りたくない。いや、同じくらい名乗りたくないな。まだ独言家の方がそれは自分が作ってるから名乗りてえけど、独言家と YouTuber でもやっぱ YouTuber ってなんかそういうイメージあるよね。なんか名乗りたくて、チューバーがダセーのよ。うん、チューついてるから、ちょっとなんか千鳥みたいなので、千鳥リスペクトで出ちゃってるけど、チューって言い方が明らかにあのドキュメンタルでのノブさんだから、チューがダサい。やっぱりチューバーって、ユーバーならさちょっとかっけえじゃん。ユーハバッハみたいでさ、うん、かっけえけどさ、ユーバーならかっけえのに、チューが全部を台無しにしてる。ユーバー、ユーバーだと何言ってるか分かんねえな。ユーバー、アイバー、遊戯、遊戯ボーイ、ユーバ、ユーハバッハ。すごいな、ユーハバッハって絶対ユーバッハって読んじゃうよな。まあでもユーハバッハって最初から読んでる人もいるんだろうけどさ、そりゃそうだよ、そういう人もいるよ。ユーバッハって読んじゃうよね。うん、ユーハバッハっておもろすぎじゃない？
ちょっとさ、ユーハバハなのってなった時に思い出してちょっと笑っちゃうと思う。俺思い出し笑いしちゃう。なんかさ、ユーハバハの強さ解説みたいな、あーユーバッハって強いからいいんだって言ったら、ゆっくりの声っていうか、ゆっくりボイスみたいので、ユーハバハはみたいなね、まあゆっくりボイスじゃないな、人工音声ボイスみたいなので、ユーハバハって言って、ユーハバハなのってなっちゃった俺は。何それ、決めないでよ、別に面白くないんだから、滑る、まあいいや。いや本当にユーハバハなのって思っちゃった。でもあの瞬間結構面白い。最近あった面白い瞬間なんだろうな、あったんだけど、まあ別にいいや。みんなはそれは全然面白くないんだけど、俺はちょっと面白いなと思った瞬間あったな。ないわ別に。あったけど忘れた。うん、面白いとは思ってるけど、それはそんなに印象残るほど面白くなってないよ。いやもう面白いことは面白かった。はあ、やっぱ変な声出すのがいいね。変な声出すのもうタバコくらいの依存性はある。外で出せないのが残念だけど、まあ外でももうタバコ吸えねえしな。タバコ吸う人みたいじゃん。俺タバコ吸ってないんだけど、タバコもお酒も女もギャンブルもしない。気をつけていこう。一生童貞のままでいいな。童貞じゃないってこと、なんか童貞であることがダメみたいな世の中のやつら全員つまんねえからな。俺が面白いんだよって考え方ちょっとダメだけど。でも最近、でも俺がめっちゃ面白くなってさ、いるじゃん、なんか可愛い女だけど面白いこともできますよってやつ。そいつらの重い肩の荷を下ろしてあげたい。俺が面白いことやっていくから、お前らもう普通にやっていけばいいよ。普通に自然体でやりゃいいと思う。面白い風のことなんで一つもつぶやかなくていい。俺が代わりに全部面白いことしていくから。うん。女に向けて言ってるっていうね、女に好かれたいのかってわけじゃなくて、単純に女のユーモアほどね、あのしょうもないものはないので。まあ女でもね、もうほぼ男のユーモアみたいなめっちゃ面白い人いますよ。あのドクターハインリヒとかね、 A マッソとか、女でも面白い人はいます、そらね。でも女で面白い人はあれ男です。はい。うん、でも女のユーモアでおもろいのって多分あれだよな、変歩蝶々みたいな。でもあれこってりすぎるからさ、あの2回目見たくないんだよ。2回目で全く同じの来たからきつって思って、ところどころ書いてんだけどさ、見たくなかったんだけど、あの M1 の話ね、なんだっけな、ダイヤモンドじゃなくて名前忘れたな、石焼き芋みたいな、石焼き芋ラップ的なことしていたらやつじゃない、違う、なの高収入っていうのをなんかなんとかパレードでやってた人のやつがおもろくてね、おもろくて2回目見たいって思ったら、あの3回戦でそのネタ見て、あのギャオでね、おもしろね、面白って思って、見たいなと思ってもう1回見たらね、あの準決勝、準々決勝でもやっててくれたから嬉しかった。うん、いやいいね、面白いもんが無料で見れるってね、やっぱタダで見てー。うん、みんなも同じなんだろうね。でも金払って、俺には金払って、別に芸人さんには払わなくていいから、芸人さんこそ払うべきなんですけど。でもラジオっておもろいんだけど、ずっと広告が邪魔すぎる。あんなカスみたいなさ、広告が延々と続くじゃん、あれきつくない？ほんときついわ。最近ワンピースおもろすぎて泣くんだよね。でもちょっと怖い、あのワンピースのなんだろうな、先読みみたいなちょい見せが来ないからマジで怖い。うん、ワンピースのちょい見せが来ない。あー小田先生救済かもしれない、それか急に死んだが、うん、全然その可能性あるよ、最近ハードスケジュールだから。でも俺小田先生そういう過労で殺したら本当に主演者嫌いになっちゃうかもしれない。うん、でも明らかにちょい見せが来ねえのよ、嫌だなぁ、本当に嫌だ。ワンピースなくなるのだけやめてほしい。緊急入院かもしれない、またぶっ壊れたかもしれない。これ以上仕事さすなよマジで。
ワンピース原作以外やんなくていいかも、小田先生には。アニメに全部回しとけよ。もう別にもうアニメでいいんだからさ、もうだからもう東京ガールズコレクションもちょっとムカつくけどな。マックとかもあれね、やめろよって思うんですよ。別に確かにカラー関東にはなるけど、もうちょっとムカつくよ俺。カラー系マックとか東京ガールズなんて、お前らがさ、私先生のカラーの時間差がな上がんねんって話になるから結構ムカつく。俺は本当は本当にワンピースだけに集中してほしい。でも出版社っていう形態がそもそもダメなんだよな。一人で漫画を描ける時代、人工アシスタントみたいな、 AI アシスタントみたいなとかプログラムみたいなのでできるようになればもう楽になると思うんだよ。なるべくそのキャラの絵とか、だからカラーもいっぱい描けるみたいな、そういう時代ができれば、そのデータをいっぱい読み込ませてできるよみたいな、一度描いちゃ一回設定すればいいみたいなので、できればさ、まあ、出版 業界の人はなんか出版社だから面白いアドバイスできる人が全くいなくなるからさ、もういないんだって。なんか、ボツにし、ボツにするだけの権利は持ってるけど、どうやったらもっと面白くなるかっていうことが言える人がもういないんだってさ。でも終わりらしい、編集者って。まあ、そもそもワンピースは、口出ししないでねって、小田先生が言ってるらしい。自信を持てないからって言ってるから。化け物だよね。アイディアとかほぼほぼ全部小田先生が考えてると思うと、すごいな、あの人すごすぎじゃない？やっぱ本当にやばいやつっているんだろうね。天才の中の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 頂点くらいの天才だよね、あれ。別にあれ尺伸ばししてるわけじゃないからね、あれ。うん、物語のボリューム厚すぎるからのにね、マッハのスピードでやってあれだからね。やばいな、小田先生。怖っ。やっぱ世界で一番売れてるだけあるね。でもやっぱ売れるものってどこかこだわりがあるんだよね、職人の。ポケットモンスターだって多分あれさ、なんかよくコメントの人、最近ポケットモンスター考察見てるけど、コメントの人が、あ、なんかそのね、ちょっと寒いけど、マスダって書いて、あ、忘れてた、それいいね、採用しようみたいなこと言ってるから、あれ多分考えてんでしょ、しっかり。じゃあ続編やるにしてもストーリー、裏ストーリーみたいなの考えるかみたいな感じで考えてるわけじゃん。あんまり出さないけど、すげえなって思う。結構ポケモンってめっちゃ複雑なんだね。なんか別の世界、全く同じなんかパラレルワールドがあったり、そもそもポケモンの規模がすごかったり、できる規模、まあでもなんかよくわかんないもんな、ポケモン。ポケモンってポケットって言ってるくせにさ、なんか全員バケモンなんだよね、あれ。山をぶち壊すよみたいな。でもそんな強さ絶対ないけどね、あいつら。嘘つくなよマジで。うん、なんかウルージ伝説みたいな、なんかもうウルージストみたいなことを各ポケモン全部がやってる感じだよね、あれ。全部嘘だよ絶対。なんかもうウルージストのさ、カイドウを空島から落としたのはウルージの覇王色だみたいなことを言ってるみたいな感じで、そのポケモンが好きすぎて狂った信者が書いてる図鑑にしか思えないよ、あれは。あの説明が過ぎるとね。そんなことしなくてよくない、別に。ポケモン買うよ俺、おもろそうだし。ふわ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 歌ってみましょう。歌ってるのかこれは。騒いでるだけです。いやー、何しようかな、最近もう何しようかなっていうのよ、好きだわ。やることなさすぎてさ、ジジイの生活してんのよ。ずっと。だから脳みそが超衰えてる。
何も記憶力なくなった。人に頼りすぎて記憶力がゼロになりました。でもなんだかんだ言ってみんなそういう現象あるんだね。あ、検索しようって思ったものすぐ忘れるって。でもぶっちゃけるその検索するっていうのは一つのさ、あの知的好奇心のあれでしょ、なんかそれを埋めるドラッグみたいなもんだからすぐ忘れちゃうのかもね。そんなに快感得てるか。でも快感は得てるんだろうね。痛い、もうここにね、できもんできてるのよ。みんなには見えないけど、これ全部嘘だったらどうする？うん、まあ本当なんですけど、なるべく嘘を言う、嘘を言えるほど別に俺心強くないからな。嘘を言うほど自分をよく見せたくないの。だってよく見せたら後々めんどくさいじゃん。だったらよく見せなくていいかな。等身大よりちょっとちっちゃく、まあ等身大で見せるのが一番無人だよ。基本的に自分を過小評価したり、もしくは過大評価したりする。課題に見せたり、大きく見せたり、ちっちゃく見せたりする、うん、それってすごいよね。自分をしっかりと見る、主観的にも客観的にも。口を変に動かしてゲップするっていう芸何？そんな芸見たことないんだけど、知りたいな。おお。いやでも好きなことするのが一番いいね。でも好きなことない人いるらしいな。大変だそりゃ。でもなんだかんだ言ってさ、誰でも好きかもしれないものってゲームとか漫画だよね。ご飯、美味しいご飯食べるとかね。でもそれだとなんかさ、メジャーすぎる趣味だからちょっと趣味とは言えないけど、立派な趣味だと思いますよ俺は。ゲームもいいと思うしな俺は。まあ課金しすぎん、まあ課金してもいいよ別に。俺は課金しない。なんでかっていうと課金してたらキリがないから。金持ちになってから課金します。ていうかちゃんと5億貯めてから俺課金するって言ってんだよ。それまではちょっとそこまで本気課金はしないかもしれない。でも一回課金したらもう自分の行動の選択肢に課金が出るって。それあれじゃん、人を殺してから全ての選択に人を殺すか殺さないかが出るかっていうのと同じじゃん。課金は俺なるべくしないようにしてる。だから本買う時のコインとか課金してるけど、あれ課金じゃないから、買ってるだけだから別に。本を話数ごとに買ってるだけで別にあれ課金じゃないんだよ。でもワンピースやっぱ安泰なのかな、トレジャークルーズ。うーん、なんだかんだ言って1億ダウンロード突破してるからな、すごいな。でもワンピースってめちゃくちゃキャラ多いよなやっぱり。てか俺なんかさ、柳瀬隆史俺ずりんじゃねえかなと思うんだよ。めっちゃキャラ多いらしいじゃん柳瀬隆史って。ワンピースは今1200行ったか行ってないかくらいなんだけど、柳瀬隆史1700か1900くらいいんのよ多分。でもさ絶対おかしいじゃんあれ、かさ増ししてるよな。なんかそんなキャラいるわけないから、俺ワンピースは押したよ。ワンピースはでもワンピースもなんでそんなキャラいるんだろうな。でもアンパンマンは越せないでしょやっぱりな。あ、アンパンマンってそんなキャラいるんだね。やばいな、ね、でもほぼほぼがみんな知らないし全然出てこないじゃん話に。それいるって言わなくね、まあ、ワンピースもそうか。ずるいなアンパンマン、ずるいな、ギネス持ち上がって。まあいいや。アンパンマン
ングッズでやっぱ欲しいものは掃除機だよな、やっぱりアンパンマン掃除機。うん、なんだかんだ言ってさ、おもろいよな掃除機って。鼻かゆい、バリッボー、ベラボーにかゆい、かゆいし、ここが痛いな。鼻って臭いね。鼻のさ、黒いボツボツ、いちごっ鼻とか汚えからね。ストロベリーノーズ、トロベリーノーズね、トロベリーズ、トロベリーノーズが、うん、ベリーノーズが汚えからもう俺ゴシゴシやんねん。グニュ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 ゴシ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 って、絶対鼻にダメージ出てるんだし、そのせいでここがめっちゃ痛いのかもしれない。うん、ここの油を全部ギュンギュンギュンってこの奥に戻してここに溜まってるのかもしれない。なんかそのこの角栓を取れるクリームがあるらしい、探そう。動画の処理してる。なんか俺2時間喋ったんだよ、やばいよね。やばみざわうううわ、中指立てたい。やばみざとか言うんじゃなかった、本当にマジでね、言わなきゃよかった。鼻かゆいんですけど助けて。あ、お鼻かいな、お鼻かいてきますね、インゴみたいな、なんかお鼻かいてきますって、薬決めてきますみたいな、インゴに使えそうだな。あ、ちょっとお鼻かいてきますんでって、鼻かいてきますって、鼻かゆいんでねっつって、あ、鼻かいてこいよみたいな、ね、俺もそろそろ鼻かこうかな、うん、あ、もう鼻かく時間だな、ね、は、薬を鼻で決めるって、鼻で吸うじゃんみたいのでね、鼻かくっていう隠語ありそう。いい、足をさグニグニにストレッチするとさ、明らかに痛い時があるんだよな。うう、絶対足殺しに来てる。足グリグリやると痛いけどね、俺やっぱなんかさ、大悟が言うにはやっぱた、1日は9時間以上座ってはいけないらしいのよ。でも俺やろうと思ったんだけど、太ってて膝とか足首に重さの負担が全部いっちゃうから無理。俺だってずっと立ってたい、立ってたらちょっとなんかリラックスじゃないけど、まあプラシーボもあるだろうけど、思い込み俺強いからさ、結構ちょっと気持ち楽になったのよ。でも無理、痩せてから、まず痩せて筋肉つけてからじゃないと立ちっぱなしは無理だね。あーつこにゃーきまらりりビバラうんばらば。あれ真面目に歌いたいな。いや真面目に歌いたくなかった。あ、もう50分経った。やっぱその気楽にやんのはいいね。なんかちょっとしょい込みすぎなんだよな。もう雑談、もう息をつかせない、みんなが呼吸のね、一瞬も目離せないくらいずっと喋ってよって思うとダメだし、あとおしゃべりチャージが必要だな。喋りたい時に喋るのが一番いいや。やっぱ毎日は喋れない。なんでかってタイミング合わないから。やっぱ親がいないから、まあ親がいなくても毎日できるかどうか分かんない。できないんじゃないかな。漫画読む人があるし。うん。一人ごとの動画ってマジでね需要ないけど、これが一番リラックスんの。生放送って生だからさ、やらかしちゃダメなわけよ。だからでも生放送と変わんねえんだけど、生放送の方が楽なんだけど、なんか生放送はね、うん、気張っちゃうのよ。人来ねえからさ、だってさ、生放送ってコメントありきじゃん。でもそれをないがしろにするか一回、まあ、別にコメントじゃなくて、あの生放送で楽に喋る、動画のアップロード気にせず生放送で、だ動画のアップロードをさしなくていいんだよ。それってすごくない？生放送事故起きるかもしれないけど、それでいいんだよな。ちょっとなんか金玉にね、なんかあれを仕込んでいくしかないよね、マジで。爆弾、うん、違う、ガムテープじゃないけどさ、
イエ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 イウォー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 イエーシュどうもくしゃみ太郎です。ああ、動画投稿し終わったわ。やることないからもう。でも喋ることは当然ずっとないんだよ。だから生放送でもっとみんなに俺に喋るネタを提供してほしい。俺はずっと喋り続けてたいんだけど、喋るネタがなくなるの途中で。引きこもりだからさ、喋ること何一つないし、あと興味がないのよ。もう鬱だから興味が湧いてこない。俺が好きなの漫画、漫画だね。漫画つってもね、かいな、ワンピースくらいしか読まないし、ワンピースの話だったら結構できるけどまあ一番できるのはやっぱ空想ワンピースっていうね、幻の動画があるんですよ。ワンピース長いな、早く面白いバトルシーン来ないかな、じゃあ自分でバトルシーン考えるかっていうので、その空想上のなんか強いやつとかをいっぱい作ってって、今もうめちゃんこなことになってる。うん、まあちょっと空想ワンピースはね、限定公開か非公開にしちゃったから、あのみんなもう見れないんだけど、まあ一応まああのね、一応ね、ちょっともし非公開だったら限定公開にしようかな。別に恥ずかしいことじゃないからね。いえ、私はサソリ座の、Sunny head in the sky with the wind and wands behind the nation bounds around the wind,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  the sky in the wind, the wind and sky. Mr. Blue Sky, Mr. Blue Sky, Mr. Blue Sky, what do you do? Whoa, whoa. Ah, we do ding, gang, ding, ding, gang. One was in the sky, one was in the sky, and the wind, we do no one. Mr. Blue Sky, Blue Sky, Blue Sky. Better to, Mr. Blue Sky, Mr. Blue Sky. Mr. なんか、ピー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 、もうタイトル決めんのめんどくせえからさ、いいや別にかでいいや。もうなんかあいうえおって使いたくないよな、あいつはマジムカつくわ。はじまきょうしろう、はじまきょうしろう雑談おしゃべり、はじまきょうしろうとこれをさ、切り取って、あのこれをねこっちにしなきゃいけないな、あとで設定しとこう。残り2時間17分なめたんのけなあ、20分の動画が2時間かかるわけあらへんわ。もうちょ、チャンネル登録者最近2人増えたよ。なんか何もしてねえと俺さ、動画上げねえと増えんだよ、チャンネル登録者。最近コメント来たんだよな、まあ、別にいいや、ミスターブルースカイ、ブルースカイ、ブルースカイ、エレンジ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 エレ
ルルルルでも結局さ、そのこの人が言ってるそのツイッターとかであのプレゼント企画したらどうですかっていうのもね、やりたくないな。なんでかって俺お金ないから、そんなのにかけてる金ないんですよ。金ねえのよ。金ねえんだわ。ああ、金ねえんだわ。ね、ちょっとなんかツイッターの人たちがね、言ってたあの小室圭のあれね。小室圭だったっけな、違う、あれね、あの人の。金ねえんだわ。金ねえんだわ。気持ち悪いよな、あのノリ。小室圭いじるノリやっぱきめえわ。俺全然小室圭好きじゃないけど、どうでもいいけど、でもやっぱ小室圭いじるノリきめえなって思う。ムカつくわ。全然小室圭好きじゃないけど、小室圭いじるの嫌いなんだよな。わー、ルート33道路のチャンネルより登録者数あってよかった。 まあでもこれから抜かされるけどね、なんか炎上で。そんなやばい人なんだ、ルート33の道路って。まあ芸人やらなくたっていいでしょ、表現の時代は。まあ YouTube 規制厳しくなってくるけど、まあ、ネットがあるからそこそこは自由でしょ、やっぱり。まあでもこれから厳しくなるけどね、 YouTube でもかん、でもそこで出んのよ、またそういうチャンネルが。じゃあ早めに俺を囲い込んでね。いや別にいろんなとこでやりたいからな、俺は。配信サイトだからここだけでしかやっちゃダメっていうのはちょっときついわ。別に全部やるわけじゃないけど、ミュウミュウミュウブンラブーブーン。Mr. Blue Sky, Mr. Blue Sky, Mr. Blue Sky, what's in the down the down? どうも、みなさん。おどーす。ちょっとやってこす。やることなくなったら、そろそろやめるか。でも別にここ、あの、喋るのやめたってやることないんだよ、俺。知ってました、みなさん。出来物みたいなかさぶた。かさぶたみたいな出来物がいっぱいあってゴリゴリやっちゃうけど痛いよね。痛いわね。お金欲しいけどやっぱ YouTuber って大変だけど、俺 YouTuber になるつもりなくてね、楽して金稼ぎたいね。自分の面白さだけを、面白さという暴力を振り回してさ、みんなから金をもらいたい。面白い乞食ってあんまいないよな。結局乞食するやつってなんかあんまおもろくないんだよな。俺くらいだろうね、おもろい乞食って。おもろい乞食だな。まあ乞食の真似をしてるで有名なザコ師匠さんだけどさ。もっと面白くなりたいよね。まあ面白くなりたいっていうか、もっと自分に満足していきたい。まあ全然今満足できてないけどさ、やっぱその嬉しい迷いみたいな、嬉しい悲鳴って言葉は使いたくないんだけど、悲鳴じゃないから嬉しい迷いっていうのね。今日動画見ようか、動画を撮ろうか、もしくは生放送しようかって言いながら生放送したいって言ってんじゃん。これが俺の理想、やっぱり。これが俺の夢なわけよ。動画も撮るのもすんごく楽しいし、生放送でみんなでね、コメントでね、ネタが尽きないのも楽しいし、
で自分の動画見るのも楽しいなっていうのをやりたい。で自分の動画だったら著作権フリーだもん。でマジでさ、音楽流したから流しながら雑談するのが一番いいんだけど、音楽ってね、始めよドゥ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 一秒前は死んだドゥンドゥドゥドゥンドゥドゥドゥンドゥ無情のへへへ。別に俺ね、鼻くそほじるのってガチで鼻くそほじる人なんですよ。やっぱ鼻くそほじるのってやっぱふざけてっていうか、俺でも鼻くそほじる人やっぱみんなふざけてる人少ないな。やっぱ俺は鼻の中をきれいにしたいからこそ鼻をほじるんですよ。でも鼻ほじるのってなんかね、よくないね。あ、でも鼻ほじるとやっぱ俺の手ってすごい雑菌まみれですごい汚いんですよ。いろんな体のとこ書いてるし、脇書くしね、雑菌の温床ごと脇グリーングリーンって言ってるから鼻痛い、エーンしてる、熱いのよ鼻の中が、雑菌を塗りたくってるから。粘膜も弱いし、すぐね、最近は血出なくなったけど、鼻くそほじるとやっぱね、やべえなって思う時あんのよ。あ、これはいったな、あー来た来た、鼻血出てきたみたいな、あんのよ。あはー、胃が痛えけど全然いいじゃない、ここ多分いいじゃない、どっちかが痛え、ちょっと痩せなきゃな、マジで。スクワットはしてるんですけどね、食事はあとさ、最近チャーハンとか食うのよ。チャーハンってマジカロリーバケモンだ、カロリーお化けらしい。何今のリアクション。そろそろやめるわ、ねんねこりんします。クレイジークレイジー、おかしい頭広げ、クレイジークレイジー、ムー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 ムはぁ、終わりたくないな。もう八幡ケンシロウ終わりたいんだ、やったマスクみたいなね、感じないけど、ちょっとキモいね。終わらないかな。いい、終われないよ。うん、終わりません。鼻かゆい、鼻尋常じゃなくかゆいけどね、それは爪で描いてるからやな。あ、俺の爪もまた雑菌の巣だ、雑菌いっぱいいますこの爪の中に。で爪長えのよ、長え長えの、わしゃの爪が長えくて。かゆっ、そぐそぐ上がるヒュー、アイーンってどうやっても面白くていいねや。もう志村けん以外やっちゃダメなんだ、アイーンって。きつ、いやー呪術廻戦面白いねー、面白いねー、面白い面白いよー、呪術廻戦面白いよー、ヒヒ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 。いやー1月4日にね2巻出るので、でしまってね、こうじそこまで俺は生きててくれよ、もう長生きしたいんだ、ワンピースの最後を見たい、俺はワンピースのアンチより長生きするぞーぞー。なのでマジで痩せなきゃいけない、心臓病で打ってきて死んじま、死にたくねー、頑張って死なないように気をつけていこう、健康も。今日はスクワットしましたよ、なんだかんだ言ってそこそこしたな。でもちょっとね、ダメだね、スクワット。もっと追い込まなきゃいけない。あ、俺スクワット下手なんだよな。キュンキュン。
バイベーバイベークラウディーバーズのがディーリいつか絶対名物さすからこれ。そん時が来るまで見といてくれよな。目がさ細くもないし、でもちょっと閉じてるよ。何これ。これは今日潰した出来。あ、くっせー。手が臭いっていうけど、チャーハンの匂いがする。今日朝チャーハン作ったから。でもやっぱそのチャーハンにさ材料入れて混ぜてっていうのを、この段階を経ていくとちょっとうまくなってる気する。いいこと教えてくれたね。なんか唐揚げのやり方もそれらしい。でも絶対ちょっと違うと思うけど、やるんだったらそれぐらいした方がいいよな。どうもはじめぴよぴぴよぴぷポペパイビバプ。どうもリバプールです。違いますよ、 YouTube です。どうも YouTube ことはじめきよしろです。やることねえなマジで。リバプールって地名おもろいな。プールだ、リバのプールだよ、リバプールって。リバプール分からないけど面白いな。口臭っ、口臭っ、臭いよー。あ、泣いてる。どれだけエロく鼻をほじれるか。俺はそれだけに命をかけてきた。みんなは何に命をかけてきた。俺はどれだけエロく鼻をほじれるかに。あのやっぱ濃いめでほじるのが一番エロいのかな。でも俺エロいって感じてんのは俺なんで、別に見たって全然エロくないんだよな。あーもう1時間だな。1時間だとねやばいんで、1時間座ってるとやばいらしい。なんかアップルがデンデンデン1時間経ちましたみたいな感じで、川柳少女の作者がだから1時間おきになんかなんだっけ、あのファミレスでぐるぐるしてるって言ってたらしいから、1時間だからちょっとねみんなにねパンツ公開しちゃうと見せかけてしないんだな。そうこれね、なんかああ終わった。